はい、こんにちは、ハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画は KT シリーズ、ミニフォースからの捨てゴマグマ、いきたいと思いますけれども、もう完全にね、このロボのデザインで、もうポチった感じですね。で、先日、トボット V2 の新作のね、ギガントセーバーなどと一緒にね、届いたんですけれども、そう、このミニフォースシリーズはね、手にするの初めて。で、メーカーはトイトロンさんっていうメーカーらしいですね。で、まあ、ステゴサウルスからのロボット。このデザインだね、やっぱり。でもね、一体じゃね、済まなくなりそうなんだけど、どうでしょう。今までずっとね、ゾウさんマークの4トイズばっかりね、遊んでて、すごい気に入ってるんだけど、これ系はね、どうなんでしょうね。ちょっと見ていきたいと思います。もうほんとね、韓国やっぱいいわね。ほんと、ロボ、玩具だらけ、うん。また行きたいね、落ち着いたらね。そう、もう売り場なんかもほんとね、ロボだらけ。これもうどの動画でも言ってるんだけどね。目で楽しませてくれる。他にもね、気になるやついっぱいあるんだけどね。そう、まずはトボット。トボットだけはもうなんか安心感がめちゃくちゃあるからね。はい、てなわけで、はい、インナーの状態です。はい、まずはね、ステゴサウルスのモードなんですけれども、この恐竜の形態めちゃくちゃスタイルがかっこいい。本当に恐竜って感じ。で、まあ色合いもね、まあ黒、赤、白。で、あと、はい、クリアパーツ。で、背びれもそうだし、この頭部もそう。そう、ところどころ使われてるクリアがね、めちゃくちゃ綺麗なんですよね。で、この頭部の部分と目のところ、まあ一つのパーツなので、まあ光当てると、はい、目が光ってるようにも見える。まあかといってこれ、集光でもないと思うんだけど、まあこういった表現はすごく嬉しい。ただね、これ箱から出して何回か遊んでるんですけど、変形はものすごい。ただね、めちゃくちゃ傷がある。擦り傷だったり、あとどこだったかな、なんか塗装もなんかはみ出てるところがあったけど、まあこういったクオリティだと思って買うんだったら別にいいかなという。ただね、日本製品と全く一緒のっていうね、感覚で買うと、あれみたいな気持ちになるかもしれない。ただね、品質的にはもうバッチリ。で、あとはね、ここ、口。ここはね、手動で、はい、開くことが可能。でね、もう一つ入ってたパーツ。はい、これ。これを、口のところにセット。そして、ここのね、頬のボタン。これを押すことによって、飛ぶ。結構勢いよく飛びましたね。はい。てなわけでね、飛ばしたアイテムがこれなんだけど、これなんか連動アイテムとか召喚アイテムなのかな？なんかジョイントがね、ついてるんですけれども、ちょっと取説には記載がなかったので、使用の用途が不明です。てなわけで、変形いきたいと思います。はい。一部差し替えというかね、この頭部だけ取り外します。ちょっとこのね、体の真ん中から、パカッと開いて、この頭部。はい。これを取り外す。で、伸ばしてここのジョイントから引き出すと、はい、これが武器。はい、本体正面なんですけども、ちょうどね、こことここがロボでいう足になります。で、ここの状態でステゴサウルスの足2段階伸ばします。1、2で反対側で1、2で変形させる前にちょっとね、一旦かわしてあげる。はい、かわしてあげたら今度は伸ばす。こういう変形なのかと思ってね、遊んでて感動しました。はい。まあ、ちょっとね、ロボの足っぽくなってきた。で、ここでね、背びれの処理。内側に折りたたんで、で、この、前足。これも後ろに。で、つま先。で、最後に、膝。はい、同じく反対側。背びれをたたんで、つま先。で、膝。で、後ろ足。後ろ足じゃない、前足か。これをね、収納。うん。ちょうどね、このステゴサウルスの前足がかかとになってんだよね。これ、よくできたなと思って。うん。これがね、逆に、なんだっけ、この状態だとね、立たないんですよ。うん。ちゃんとこれをしっかりこうやることによって、かかととして設置するので、よく考えたなと思ってます。これ、すごいな。で、下半身の変形が終わったら、回転。まあ、別角度だとこういう感じです。はい、そしたらね、このパーツ、ここにね、ヒンジがあるので、そのまま、ここを向ける。
うん、これがねちょうど背中に来るっていう感じで、続いてね尻尾、はい、このガングでね、ここが多分ね一番の変形の難所だと思います。でここがね手になるんですけど、これをね根元から開いてあげるんだけど、ちょうどこの肩に当たるパーツとこの足のパーツ当たっちゃうんですよね。なのでガバッて開くんではなくて、さらに1段階ここを外に出してあげる。今ちょうどここ閉じた状態なんですけど、ここをねこういう風に出してあげる。まあかなり大事なので繰り返しますけど、まあここでね、まあ開いてあげてこういう動き、そのままそう根元からガバッてやっちゃうと本当ね擦っちゃうんで、ここをちょっと開いてあげて、今こういう状態だよね。でこの状態でさらにちょっとね外側に向けた方がいいのかな、こういう動きをさせてあげながら下に向ける。そう、そうすると、まあ、ちょうどねこの、肩のパーツとここの黄色い塗装当たらないので、これ当たっちゃうとどうしても多分ここで塗装剥げが起きると思います。まあ、開いてあげた状態でさらにこっち外側に力をかけてあげて、ここギリギリかわすみたいな、そうすることによってここね当たらないので、ここで下ろす。はい、無事にねここをかわして下ろしたら、はい、まっすぐ向けてあげる。そして腕を伸ばす。でこのね二の腕のところを回転、はい、そして腕同じく伸ばしてあげて回転、はい、続いてねこの背びれ赤いところ展開してあげる。そして最後に頭部、これね引っ張るんですけどめちゃくちゃ硬いので今ねちょっと油吹いてます。まあ、この状態が締まった状態でそのままね引っ張る。はい、これで完成、ステゴマグマ。はい、ステゴマグマロボットモードなんですけども、なんといってもかっこいい、もうこの長い足、そして横から見たこの何膝、この足の形といいね、結構なツボポイントが多い。でその中でもね特に好きなのはやっぱりこの肩のデザイン、胸のデザインかな。ちょっと拡大してみてみよう。そう、このデザイン、まあ、ちょうどね横から見ると、そう、この黒いパーツでね黄色い部分隠れてんだけど、こういった表現かな。これがねすごいかっこいい。あと胸ね、あとはねこの腕に格納された尻尾なんですけど、まあ、これをこうやって伸ばしてね遊ぶのも全然ありで、可動がちょっと肩が上がるかなといった感じ。そう、ちょうどねこのステゴサウルスの後ろ足とこの肩のパーツ当たっちゃうので、ちょうどここまでが上がる感じ。そう、ぐるっと回転はしないで、肘だったり二の腕、まあ、上半身はこれぐらいかな、動くのは。そう、あとはそのね、ちょっと上げようか。そう、腰回転。まあ、腰だったり、あと足ね。めちゃくちゃ開いて動く。そう、このほんとね、韓国トイのこの何、クリックがすごいね、やっぱり遊んでて、指先がすごい幸せを感じて喜んでる。やっぱりカリ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 遊んでるとね、時間を忘れて楽しめる。で、首もちょっと動きます。まあ、あと一個気になったのは、まあ、手首。まあ、この形状だからちょっと難しいと思うんだけど、まあ、ロールがついてたらね、90度回転させて、まあ、この肘も回転させて、銃を、その真上に向けた状態で正面に向けるとかできたと思うんだけど、まあ、手首固定だからね、まあ、前方に銃を向けるとどうしてもこういった形状になってしまう。まあ、ちょっと肩を上げればね、それっぽくは見えなくもないんだけど、そう、手首の回転一つあるだけで多分、もっとね、いい玩具になったのかなっていう気はします。はい、でね、トボットと大きさを比べると、クラシックを参考にすると、まあ、このような大きさの違い。ちょっと大きいかなといった感じ。まあ、だから大きさ的にはね、トボットの V1 シリーズ、まあ、ビッグトレイルを参考に今出してみたんだけど、大きさ的にはトボットの V1 シリーズと一緒ぐらいなのかなといった印象です。
そう、V2 はね、ちょっと一回りちっちゃくなってるんですよね。ほい、これ V2、シルバーホーク。うん、ちょっと身長的には低い感じ。いや、でもこれほんとね、面白い。やばいよ、もう今までね、ゾウさんマークの4トイズばっかり買ってたんだけど、うん、こっちのメーカーもいいかな、トイトロンでしたっけ。でこれね、ちょっとたびたびねお伝えしてるんですけど、個人的にあのアカデミーっていうメーカーの玩具はなんか肌に合わない感じなんですよ。なんか遊んでてまだね、なんか物足りないなとかっていうのが結構ある、そのメーカーだからね。いや、これちょっとミニフォースシリーズやばいよ。そう、以前ね、その韓国行った時もミニフォースのね、なんだっけ、胸にこうやって X ってなってるやつがあるんだよね。 X なんていうのかな、ペンタトロンだっけ、違うっけ、なんだっけ、名前忘れちゃったけど、そう、それがね、すごい特価で激安、うん、セールで売ってたからね、買ってこようかなと思ったけど、そう、一つ一つのね、箱がでかいから諦めたんですよね。そう、今思えばもっと買っておけばよかったっていうのと、そう、ゾウさんメーカーだけを買ってた自分としてはね、あ、まだまだいいメーカーあるんだなといった印象、うん、っていうのと、やっぱりね、そう、こんだけね、ロボ玩具大量にある韓国っていいよね。そう、早くね、コロナ落ち着いてほしいなっていうのがあります。で、あとね、子供にね、これ見せたらね、ちょうど胸、なんかクマが怒ってる顔って言われてなんか一回そう言われたら、なんかそれにしか見えなくなった。そう、あのケンタッキーのカーネルおじさんのリボンが手足に見えちゃったら、それしか見えないのと一緒みたいで、なんかクマが怒ってるみたいな、そんな感じに見えちゃいます。そう、で、どこまで行ったっけ。そうそう、韓国、今ね、戻し変形をサクッと雑談から見ながら話してるんだけど、で、腕ね、そう、韓国早くね、コロナ落ち着いていきたいなっていうのがあります。そう、またトンデムもそうだしね、トイザースもそうだし、そう、あのずらっと並んだロボ玩具、これがね、見たい。はい、ここで頭部をしまって、で、ここね、そこの黄色いところ。まあ、でもね、当たるのが怖いんだったら先にちょっとこれ開いて、あ、そうか、ダメだ。開いて足を出したら足がこっち行っちゃうから無理なんだ。そう、この状態で、ここね、こう。なんて言えばいいのかな、ここの角、これをうまいことこうやって、こっちで言うとこういう方向、反時計回りにひねるみたいな感じ。そう。そうすれば当たんない。で、下ろす。結構シビアだね、ここら辺。で、後ろ足。そう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 、韓国ね、早くコロナ落ち着いていきたいなっていう話まではしたんだけどね。うん、このペースだとね、絶対に、まあほんとあと1年とか無理なのかな、2年とか。まあワクチンつってもね、なんか症状がいろいろあるからね、100% ヒットするわけでもなさそうですし。そう。まあ GoTo、GoTo 言うからね、GoTo トラベル利用して旅行は行ってきたんだけど、ね、今行くなみたいな風潮になってるからね、ちょっと一部キャンセルしましたけど、早く落ち着いてほしいなあ。ちなみにね、あちこちお出かけしてた中で今のところ、うん、1ヶ月ぐらい経ってるのかな。そう、うん、なんともないです。無事の健康体のままです。で、あとね、これ膝がね、こうなってる時があるんで、こうしてあげる武器というかね、頭部こうやって、で、こことここの2箇所これを合わせて止めてあげる。見えるかな、カメラ越しでやるのが難しいけど、ごめんなさい。来たかな。はい、これ片方止まったんで、片方も合わせて止めて、ここ1箇所ね。はい、これでセゴサウルスの完成です。やっぱりかっこいい、これ。はい、そんなわけでね、今回の動画はミニフォースの捨て子マグマだったんですけども、これやばいね。本当に。遊んでて面白い。もうね、やばいって何がやばいかっつったら、こっからなんか別の沼になってしまいそうっていうのがね、すんごい怖い。そう、前回つか、まあ、結構前なんだけどね、すべてはこいつ。このロケットからとぼっとはまっちゃったようなもんなんで、その入り口にならないかだけでね、もう本当気をつけないと。やばい。ただね、番組とか知らずにロボットがかっこいい、恐竜がかっこいいっていうんであれば、もう全然ね、遊べる玩具、遊んでて楽しい。うん、だ今その韓国っつっても、まあ輸入するっていう手もあるんだけど、アマゾンでもね、ポチれるんで、これあんのかな？あったらまあ、あの、概要欄にリンク載っけときますけど、これはね、あの、G マーケットで、大工屋さん経由で買ったんで、うん。あとは9点かな？あそこにもあんのかな？
まあ、ステゴマグマっていう、まあ、タイトル、タイトルは下か、タイトルにそのハングル文字も入れとくので、検索の際のね、まあ、気になった方はですよ、はい、検索の際の参考にしてみてはいかがでしょうかっていうのと、まあそもそもね、これと一緒にポチったのがツインブレードギガント V、 はい、まあ、これ来てるんで、まあ、こっちもね、撮影は進めてますので、動画は近日公開となります。はい、まあ、年内には絶対公開しますので、よろしくお願いします。はい、そんなわけでね、以上、ドヒャッピーでした。ご視聴ありがとうございました。